グスタフ4世、アドルフ。グスタフ4世、アドルフ。グスターベフォーアドルフ。1778年11月1日から1837年2月7日は、スウェーデンホルシュタインゴットルプ王朝第三代国王、在位。1792年から1809年。グスタフ3世と、デンマーク王フレゼリク5世の娘ソフィア・マグダレーナの子。グスタフ世は、 1792年3月29日に父グスタフ3世が死去したことを受けて国王に即位したがまだ13歳と幼かったため殺傷が置かれた。父の死が暗殺という衝撃的なものであり、スウェーデンの王位をこのような形で継承したことは彼にとって不幸であった。年少の彼にとって王位は苦痛以外の何者でもなく殺傷による保守的な国政は グスタフ4世には何の感銘も与えなかった。また不応は生前も外遊が多く、彼は常に孤独であった。このことと母から受け継いだ冷酷で内向的な性格は後年の彼の統治に影を落とすことになった。グスタフ4世は1796年に申請を開始したが、スウェーデンは国際的な諸問題、特にフランス革命によって生じたフランス革命戦争に、 直面していた。革命戦争は、さらに、ヨーロッパ諸国を巻き込んだ動乱、ナポレオン戦争へと発展していく。このような中でグスタフ4世は外交において、致命的な誤りを犯し、大北方戦争以来のスウェーデン存亡の危機を招いてしまうのである。グスタフ4世は19歳の時、バーデン大公女、フリーデリケと結婚した。グスタフ、ソフィアウィルヘルミナ、 バーデン大公妃、カール・グスタフ、アマリア、ケーキリア、オルデンブルク大公妃の5人の子を設けている。申請を開始したグスタフ4世の最初の課題は、まず父グスタフ3世の築いた欧州におけるスウェーデンの地位をいかに保つかであった。かつてスウェーデンは大国フランスブルボン朝と友好関係を築くことが外交における基本方針であった。しかし、これが フランス革命で瓦解して、自力で自国の安全を保たねばならなくると、必然的に大国ロシア帝国との同盟を施行することになった。これは大北方戦争以来のスウェーデンの対外政策の転換であった。そのために、グスタフ三世は1791年にロシアとの8年間の軍事同盟を結んでいた。グスタフ四世もまたこの政策を引き継ぎ、1799年に、 ロシアと八年間の軍事同盟を締結する。これは彼にとって外交的な成功であった。グスタフ四世がこの時代に外交政策の主軸としたのはフランス革命に対する反革命政策である。不応は1791年に反革命十字軍を画策したが彼も父の政策を引き継ぎフランス革命期に暗躍したフェルセン伯爵を復権させる。この時代 欧州諸国は革命戦争に巻き込まれていたが、スウェーデンはこの戦争に参戦しておらず、長期化した戦争の仲介役として振る舞っていた。その仲介人として、フェルセンが講和会議であるラシタット会議に派遣された。しかしこの会議は結果として決立し、グスタフ4世は仲介国として名声を得ることはなかった。その後スウェーデンはロシアと同盟している関係上、 イギリスの地中海進出に難色を示し圧力をかけるためにデンマークと共に武装中立同盟を結ぶ1800年この政策が翌年のイギリスのデンマーク攻撃によって崩壊すると外交政策の限界を感じたグスタフ4世はイギリスと和解するこれはグスタフ4世が当時フランスにおいて誕生したナポレオン政権を打倒するために欧州諸国が 一致団結するここととをを望んでいたことを示し,ているしかしそれこそが、後にグスタフ4世を破滅へ導く原因となった。グスタフ4世は革命を敵視し、憎悪と言えるほどの感情を抱いていた。革命を直接体験した、フェルセン、革命と革命戦争の恐怖を味わった王妃フレデリカからその、実情を知らされたことが大きいとされる。しかし、こうした彼の外交政策は、 スウェーデン国民にとって重荷となり、その協調性のない性格と相まって不幸のような人気を博すことができなかった。内政においてもグスタフ4世は様々な問題を抱えていた。農業の不振をはじめ、財政、経済の厳しい状況があり、財政改革を迫られていた。グスタフ4世は神聖ローマ帝国にある領地、ビズマールを抵当に入れたほどである。また、 収益の上がらないスウェーデン唯一の植民地産バルテルミー島との通商を行っていた西印会社を閉鎖するなどの対策にも追われた。スウェーデンの海外通商権はイギリスによって阻害されており、これが1800年のロシア帝国などと結んだ武装中立同盟締結へと向かわせることもなった。この同盟が破綻した後、スウェーデンはイギリスと通商行為を行ったが、 経済を好転させるまでには至らず、かえって混乱する国際情勢に巻き込まれ、フランスとの関係悪化につながって、1806年に大陸封鎖令を突きつけられることとなる。国内問題は国際問題と直結しており、経済の悪化はヨーロッパで起きた戦争とも深く関わって、大陸側との通称も混乱になってゆく。この通称は、東インド会社にも、 悪影響を及ぼし、グスタフ4世退位後の1813年に閉鎖されることとなった。これらスウェーデン経済の悪化と、グスタフ4世の絶対王政の限界によって、次第に国内の不満が高まっていく。1803年までは中立的な立場であったスウェーデンだが、1804年にフランスで起きたアンギャンコ処刑事件を契機に、急速に 反ナポレオンに傾いていく。この王族殺しは、欧州諸国に衝撃を与えたが、スウェーデンでもそれは同じことであった。ナポレオンを世界が揺り起こしたアンチキリスト、暴君と見ていた、グスタフ四世は、ナポレオンは和解せぬことを誓ったと声明し、ナポレオンとの対決姿勢を示したのである。グスタフ四世は直ちに退仏大同盟に参加し、軍を編成して、折から始まっていた。 ナポレオン戦争に参戦する。しかし、第三次大仏大同盟、第四次大仏大同盟は、いずれも、ナポレオンの率いるフランス軍の前に屈した。戦争に勝利したナポレオンは1806年に、大陸封され、ベルリン直令を発し、各国のイギリスとの通称を禁じた。グスタフ四世は、盲目的な反ナポレオンの立場からこれを拒否。ナポレオンは激怒し、 1807年、ロシアのアレクサンドル一世と結んだ、ティルジットの和訳において、俗領をフィンランドの自由処分をアレクサンドル一世に約束する。フィンランドの獲得権を得たアレクサンドル一世は、当初はグスタフ4世にナポレオンとの和解を要請する。グスタフ4世はそれを拒否して、イギリスとの同盟を格索し、ナポレオン、ロシアへの対決姿勢を貫いた。しかしこれは、 致命的な失策であった。ナポレオンを敵視するあまり、グスタフ4世は冷静さを失っていたのである。すでに、アレクサンドル1世はナポレオンから開戦の同意を得ており、また8年間の両国の軍事同盟の期限も終了していた。こうして、開戦の口実を得たアレクサンドル1世によって、フィンド侵攻が開始される、フィンランド戦争を。1808年までには、 フィンランドの大半をロシアに占領され、ドイツ側の対外領ポンベルンもフランス軍によって奪われてしまう。戦争は完全にスウェーデンの敗戦であった。しかしグスタフ4世は敗北を認めず1809年に徴兵を行い、自らフィンランドに申請を行う。だが、ロシア軍の圧倒的な兵力の前に惨憺たる大敗を喫し、スウェーデンへと逃亡した。 予生を買ったロシア軍はオーランド諸島まで接収し、その脅威は首都ストックホルムにまで及んだ。国内ではグスタフ四世の失勢に対して国民の怒りが頂点に達しており、それに乗じた軍人、貴族らがクーデターを起こし、グスタフ四世は遊兵された1809年3月。新政府は直ちにグスタフ四世の王位を剥奪し、 おじにあたるカール・ヨハンが、摂政に任命された。遊兵された、グスタフ・四世は、失意の底にあった。王妃と子供たちの来訪によって一時的に、明るさが戻ったが、グスタフ・四世夫妻及び、子供たちの追放が決定されると、精神的に耐えられなくなり、王妃との離婚を余儀なくされた。年少のグスタフ・王子の継承権も否定され、子供たちとも離別させられた。 彼はすべてを失ったのである。グスタフ四世は、スウェーデンから追放された後、貧困の中で欧州諸国を放浪する身となり、晩年には精神に異常をきたし、スイスのザンクトガレンのホテルで、脳卒中のため没した。元国王の最後は、あまりにも惨めであったという。その後、遺体は、オスカル二世の使者により、スウェーデンに戻されて、歴代国王の眠るストックホルム郊外のに、 埋葬された。工場で高派であったグスタフ4世は無能と呼ばれることが多いが、当時のヨーロッパ情勢の中では仕方のなかった面もある。列強の生き残りをかけた熾烈なパワーゲームの中では、小国の運命は厳しいものであったと言える。グスタフ4世は内政にも尽力し、スウェーデンを守るために戦った。しかし彼の偏った性格や、 統治力の資質の欠如は彼自身の破滅を招いたと言えよう。革命やナポレオンに対する憎悪の念が消せぬまま、動乱に巻き込まれたのは彼にとってもスウェーデンにとっても不運だったと言える。彼の事実上の敗囲とフィンランドの喪失は名目的に継続してきたバルト帝国、スウェーデン・フィンランドの崩壊を味することとなった。そして、スウェーデンにおける絶対君主制の時代も終わりを。 告げたのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。